今日も買いますよ。バージーです。以前九州でお世話になったお姉さまたちが京都に来られたのでご一緒しました。これがさ、これがね、これが気に入ってるやん。プルティアですか？これがプルティア。上品。席になってたそれ。これ値段は薄さない。値段映したいかん。大丈夫。これちょっと濃い色なんやけどな、これ。ね、うん、これいいよね。これが残ってたのがちょっとびっくりやったね。これかわいいよね。うん、いい、すごくいい。うん、ありがとう。見ただけでよかったよ、もう。すごいね。すごい。暑いから。暑いよね。しとったら、ね、変な汗が止まらない。うつさんように映さなかな。うつさんよ。お値段をうつさんよ。うん。うつさんよ。うつさん。かわいいね。これもなんか。え、おじや？こちらもね。これも良かった。これもいいね。でもこれってなんか好きなんだけど。あ、わかる。これいいよね。これいい。これみんな見たはったもんね、さっき。これ好き。みんな一回は合わせるよね、これ。これもいいなと思う。まあ次頼んだら高いことになるだろうし、まあ、できないちゃうかな、この辺り。おじやは手に入らない。おじやと言ったらこっちが涼しいかも。うん、そうですね。やっぱね、需要が高まった。いや、良いとこが結構高まった。え、どれが気に入ってるんや？あ、これがさ、これがね、これが気に入ってるんや。お顔出ていいの？お顔出ていいの？まだ目も決まってないよ。顔ってない。顔ような風や。顔ような風や。これはね、綺麗な親から。え、これね、備長炭のやつやね。そうですね。あ、涼しそう。あ、YouTube だよ。これどう思う？黄色星人は黄色星人。ね、タツマキこれがね。綺麗でしょ？これ絶対買うべき。買うべき？綺麗だよね。最近で黄色好きになってきた。買いました、黄色の襟。買った。買った。今買った。なんかこれね、ほら、購買じゃなかったらすぐ買っちゃうかなって思った。購買がいいかな。購買で。これの購買って珍しいね。珍しいの珍しい。この購買珍しいし、黄色珍しいし、アニマルっぽいの。いいかな。いいかな。本田さんちゃう。そう。お姉さん今日珍しくあんまり黄色じゃないね。今日は黄色じゃないよ。あら。今日ちょっと黄色じゃないけど。やっぱ黄色かな、黄色系。みんなわちゃ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 。あ、これ小瀬さんのこれ、私が狙ってたけど買えへんかったやつ。これ、うちこれの真っ黒持ってるんですよ。でも銀条紙入ってないよ、これ。え、白銀じゃない、銀じゃない、白や。いや、でも素敵。あ、これも小瀬さんね、これ。あ、そうです。いや、かっこいい。これ小瀬さんのご主人が来たはった。ご主人と、そう、山口源兵衛さん、いや、十代目と一緒。ご主人と、そう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 、十代目。はい、これもいいな。これもいいな。それいい。あのな、これはおじちゃん、来た。そう、そう、そう、うちこれが欲しい。これ YouTube でやってたやつ。これ買ってもいい。買って絶対に買える。はい、お待ちしておりました。お金ないかい。さすがにごいい。かっこいいね。これ白黒もあるね。もうちょっとな。明るく映ってんやけど、もっと濃い、濃い素敵な色これ。いいな。みんな握りしめて。悩むね。これでも、なんからしいよね、赤も。顔は出さないんで、一周回っていただいて、ああ、素敵。いやー、素敵やわ。もうこのね、この浴衣はあれですよね、藤井しぼりさんのね。かの藤井しぼりさんです。ね、素敵。この
の帯は、帯は、おばあちゃんの昔の浴衣帯を、うん、そうなんですか、めっちゃ可愛い、はい、帯留めもすごい可愛い、帯留めはの今さんのです、菊池今さんの、そうなんですか、はい、宝珠に光る草っていう新作です、新作素敵、いやありがとうございます、傘も素敵、あらありがとうございました、ビタですよ、だからこれ着ていったらあれって言われるよこれどこで買いましたって言われるよ、やだ、何やだ、自分が黄色になったわ、そうなのよ、中は黄色、黄色じゃないと思ったら、黄色はちゃんと黄色と思ったら寝てる黄色は入れないわけがない、また違うの持ってるわ、そうこれねさっきのどうしたのいいよこれさ、これ何、ね、これ目を島だって、目を島、目を島、洗えるってよ、洗える、あなんか縦が面で横が絹とかちゃいました、これこれ面ね、あしかも自然の、自然のやつ、あこれうちも気になった、草木染め、洗えるに弱い、洗えるに弱い、あここ見てる、これ見せたらあかんねん、見せたらいけない、地球も洗えるに弱いよね、だって結構でも針ありますねこれ、まあ針もついてるかもね、あそっか、うん、どんな感じになるかだよね、どんな感じになるかだよね、また握りしめて、なんでみんな一本ずつ握りしめてバチちゃんが前、黄色の竜巻を当ててるの、当ててた、当ててた、当ててたら、あれはどれだったん、これじゃないけど、でも似てます、普通だったろ、うん、あれ羽衣目、これ勾配、これいいと思うけど、これは勾配、いいと思うけど、勾配だったんじゃない、でもそんなめっちゃ涼しいってことはなかったけどはっきり言うと勾配でもね、うん、そうだってどうせ下に着なあかんし、そう、どうせ下に着ないの、だからね、普通の、普通のないのって聞いたの、一番透けるからな、そう、普通のないのって聞いたんだけど、だから全部は持っていけなくて、ああ、そっか、だからほら、この透け感がいいですよね、結局下に着なきゃいけないから2枚は着なきゃいけない、うん、どうせでもこれの下に黄色着はんやろお姉さん、これの下に黄色、今日黄色よ、今日黄色よ、黄色の星、黄色の星、黄色の星、見て、違う違う、これはあれよ、仕立て上がったら、バイバイ、あげるわ、え買ってきたの、買ったよ、買ったよ、やだやらかしたの、何色、赤黒、赤黒、赤黒、いや楽しみ、時間がなくなったね、さすがのおつるのやつが上に合いそうと思って、つるのレインボーつるのあれ、あれね、お仕立てはぜひ藤子坊さんでっていう、楽しみ、ちょっと後ろも映しとこ、あらー、襟もこんな、ママの、ママの手作りらしい、すごい、どこ行くの次、なんかいろいろプラプラしよう、うん、ずっとずっといたとは知らんかったこれ今撮ってるけどな、ずっといたとは知らんかった、ずっといたね撮ってんで、撮ってんで、みんな、はい、じゃあ行ってらっしゃい、行ってらっしゃい、ゆっくりと相談させて、じゃあまたね、はい、またね、今日は青、どういうこと、つけまが青、そうなんや、だからゴムも青、なんか今日メイクがちょっといつもと違うよね、はい、あのちょっとチャコッとあの舞台メイクで、濃いね、ちょっと紫ビシッと、ビシッと、いやもうこれ、これ黒着るからビシッと、ビシッとかっこいい、この襟がまた、そうそうそう、北関の山のやつ、そうなんです、そうなんです、こんなこんな貴重なものを縫い付けてびっくりしたもん、このシンプルだけいいな、あの6
ミシンかけちゃう。あ、そう。ほつれかけちゃう。いや、ほつれたら見ないよ。ちょっと切りかけてみたら。しまったら。ケツポッコーンが嫌なんですけど。それはなんかもう結構張り合うし、硬いから。水通ししたら、ちょっと柔らかくなるとか。あんまり変わらないかな。そうなんです。はい。そのくのくのには絶対ながりかですから、どっかってなるのかな。サリがあるから、ほんで涼しい。でも、おじさんみたいに、ほら。かみしむ的にやろ、うん、それならちょっとはね。せやけど、効いてるうちに天然素材やから、柔らかくなってくるから、そうそう、そういうもんやけどね。来て、経年を楽しむ。勉強になります。まあ、一重で着物でもいいし、初めて見ますもんね。羽織でもよりね。絹やんね。絹よ。絹。あのポイント洗えるか洗えるか洗えないかだもんね。の湯もみはもう本当にランチさん洗います。ラス1これじゃないの。湯もみはラス1だそうです。湯もみって湯もみはね、これだったかな。もう1本かな、これかな。間違えたかな。昨日のも羽織もかっこいいやん。あ、違った、間違えてた。ハチンさん見て、見合った、見てない。色がかっこいい。もう見せないで私に。これどこなの。これいいよ、これ。これいいよ。うわもうね、お仕事辞められたんで、だからもう手に入りませんって。この人が編み出した方法だって。めっちゃ私がしたから。このほら角度でめっちゃ見える。すごい。シャンプレシャンプレ、いいシャンプレ、かっこいい。これはすごい。でも洗えませんけど、パールコンしたらもう無敵。あ、そっか、パールコンね。これすごい綺麗。これもいいね。なんかちょっと村染めっぽいね。そう。村染めして絞り、絞りして村染め。絞りして、これ何ですか？これは中野幸太郎さんの仮装用さんの。中野幸太郎さんの。中野さんにやんちゃしていただいて。やんちゃしてお任せ絞り。お任せ絞り？かわいい。これ極級。かわいい。ちょっと間違えて。間違えて入っちゃってます。一応セール対象外。あ、そうなんや。なるほどね、極級ね。かわいいよね。なんか実物で極級見ることあんまないもんね。あ、そうですか。そう、私いつも結局水に、本物の水に買うんです。水に買ってるから。遠隔でね。だからこれも水に買ってるから。これ備長炭じゃないですよね。それは備長炭じゃない。でもややかに。これも絶対透明絹目。見えませんけど。光沢ない？光沢が、この村によって光沢があるよね。まあ。買えませんやつ。おー、かっこいい。上品。プロテアですか？これがプロテア。上品。めっちゃかっこいい。この帯も合うやん。この帯合うね。お父さん、またうまい。上品。セットでした方がいい。これにするの？あ、お水にします。
宇治の方がやっぱ涼しそう。片方なんですけど、やっぱ涼しそう。楽しみ。結局黄色には続きます。黄色にやっぱりまた落ち着いたからな。夏の黄色も落ちない、夏の黄色も落ちない。物事のように。よかったね。そう、夏の黄色は持ってない。なぜ持ってなかったのか。いやいやいや、なぜ持ってなかったのか。長ズボン持ってるよ。ワントーンコーデで。ね、ワントーンコーデでね。それが、柄は、うん。ちょっと今日のこれ。このかわいい、これは浴衣ですか、着物って言うんですか、はい、これは、浴衣でございますよ、やっぱり藤絞りよね、じゃあ鉢巻きしてやる気出して、この周りビールがちょっと足りない、これ、あ、この帯はもしかしたら割れちゃうの、これちょっと この帯、え、こう写していいの、はい、ここ、はい、あら、これあれじゃないの、カンナキューベじゃないの、これ、あら、これ男の人結構したはね、みんな、いや、ちゃんね、俺、これ、うん、これ加工帯で欲しいって言って、うん、改造したんだけど、うん、あのお客さんも欲しいって言って、うん、で、よその店でも加工帯、うん、僕持ってますって、うん、何みんなペンギンやられてるみたいな、そう、メンズでペンギンしてある人めっちゃ多かったよ、ね、おしゃれペンギンズです、うん、いかがですか、ペンギンズ、いかがですか、はい、ほんでなんか、なんか、いかがですか、ベルギービールいかがですか、ベルギー、お子さんのもね、うん、結構締めてる方いらっしゃいました、え、どこのやつ、これあの、西陣の志向さんの、これ証券、これまた映るかな、映ってる、素敵に映ってる、これ縦路だし、ちょっとほら季節的には真夏ってわけでもないし、うんうんうん、あ、そうなんですか、はい、でも白ですっきり潔いでしょ、これ、うん、こういうのを全然浴衣に締めてても絶対持ってた方がいいよね、とても良かった、でも証券の夏物にも合うし、うーん、そういうのはね、よかったらいいですよ、そういうの一個持ってたらな、そうそう、でもあの黄色いの、何それ黄色いの、黄色いの、これ何これ、いや、きれい、バビ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 、きれい、バビバビバビ、同じ柄ですけど素敵やん、これ欲しい人やるわ、誰か、綺麗でしょ、これ青とのコントラスト、ほら黄色、どうや、うん、あの青とビールと、はい、青とビールと私青とビールと私、これ全然雰囲気がほら全然ちゃうから、ちゃうね、同じやつやのに、いや、これ欲しい人絶対ある思うわ、うん、まあ、そこまでちょっと無理って言ったらこのぐらいで、ね、うん、あ、なるほどね、おとなしいでしょ、あ、素敵やわ、うん、ちょっとはんなりしたい方はどうぞ、うん、ここに来たら買えるのね、そうなの、うん、昨日なあの黄色のおじやな、売れたでって言ったら泣いたはった人いた、あれずっと当てやな、よく売れるものあれ、うん、泣いたはった地域賞って言ったはった、まあね、あれはねやっぱりね、おじやはもう今は本当に少なくなってきちゃったから、うん、ちょっとでもストライクゾーン入ったら、うん、これいただいた方が後々悔やまずに済みますよ、これもかすり、かすり、かすりの発散、よいしょ、素敵、ね、かすってあるの ね、こういうのもちょっとやっぱりさ粋だわ、おじやにこういうのを合わせるのも素敵ですね、うん、もね、米沢のね新作も安くしちゃいますから、そうじゃん、そうでしょ、こんな素敵な米沢のこれね、うん、よく見てください、ここら辺にこれ、うん、和紙、うんうんうん、和紙入れてるから軽いし涼しいし、うん、なるほどね、はい、うん、結構この根拳さんね、うん、やっぱり紙布使うのが上手でね、いいですよ、こういうのとか持ってないわ、欲しいわ、まだ、あ、大人やな、上品やな、いいな、もっと荒いのもあるからね、こういう涼しげ、あ、本当だ、これもね、だいぶ和紙よ、確かほら、和紙 95% 本当だ、ほぼ紙メイド、ほぼ紙、メイドバイ紙、ほぼカニみたいな、ほぼカニ、ほぼカニっていうの売ってた、これほぼカニ、すごいよこれ、素敵よ、スーパーで売ってたほぼカニ、やべえ、もうこれほぼカニにしか見えなくなってきた、後ろに刺さんといてね、ほぼカニっていうかカニや、カニや、
残念ながらいい紙です。いい紙だよね。和紙でもね、いろいろあるからね。そうですよ、色違いもね、いるからね。これもそうかな。やばい、これもほぼ紙。あ、ね、素敵。 紙には見えませんよ。見えませんね、はい、そういう問題な。そういう問題な。お手頃なんで、これでちょっと涼しく発寸、これだったら芯、ね、そう、芯入れなくて済む分、本当にお財布涼しい。芯入れなくていいの？芯なし。え、ほんのこれ買ったらすぐ閉めれるってこと？これ例えば、うん、これ普通だったら、ちょっと説明します。はい、お願いします。これ、ね、これ8寸帯ってなんじゃらこいって言ったら、はい、この幅がほぼほぼ8寸、うん、32センチくらいか、うん、でどう仕立てるかって言ったら、うん、この太鼓裏がこう三尺ほどこう返すわけですわ、うん、でまあここでここの両脇をこうかがって、うん、で締めるときこうするんですけど、うん、でここも閉じるわけ、ね、止めるわけですね、うんうん、だけどもう例えばここも閉じなくてもちょっといいわと、うん、涼しく見せたいって言ったら、うんうん、ここだけちょっとご自身で止めていただいて、ブカブカの状態でこうやって締めてもふわふわっとこうトンネルかがりっていう。あ、そうなの、はい、そういう技があるんですか、トンネルかがりっていう。まあ技というか押し立ての、うん、へえ。これだとよりこう張りがあるもんだったら、うん、すごく透けて涼やかに見えるのと、まあプラスちょっといいファッスンだったら、うん、なんつうのこう二重太鼓に見える的なつづれとか、うんうんうん、そうなんですか。え、でこれちょっと値段は言えへんけど、うちだけにちょっと見せてもらって、からの 20% で仕立てもしなくていいの？仕立てももしあれだったらもう自分でこうブツブツ、うん、ちょっと止めるだけで締めれちゃうと。へえ、これはいいでしょう。来ました皆さん、はい、お値段言ってないけど。ほぼ紙。ほぼ紙。ほぼ紙。はい。そうなんや。ですね。本当ね、ほぼほぼほぼここ長さもたっぷり。これまあ返し分入ってないですけど、十分長さもあるので、柄もずーっと一緒なんで。これお店に来れない人はどうしたらいいの？今みんなブーブー言ってると思うんだけど。ブーブー。こちらで。どこ？ネット。どこ？ネットショッピングのページに。あの祇園祭りが終わったらお問い合わせしたら、はい、全然。でもセールはねないもんね。ちょっとないんですけど、はい、まあ、あのお伝えいただければ、うん、あのでも DM もらえれば、十分ね、はい、そうですよ、十分。まだ本物何ありますから、本当だね。あのあたりのこの噂のあれもありますから、これこれ本当にもうありますね。そうなんだ、あんまり見とこ。ね、こっちは？こっちはどうかしら。なんか少なくなった気がするんだけど、昨日から随分。おじやまだまだございます。本当？おじやもう本当にあるのこれだけしかないので。あ、でもこれ素敵よね。なんでこれをみんな買わないのかが私はわからない。なかなかね。超素敵。え、これ高いんですか？めっちゃ高い？ちょっとまあ、これ織りじゃなくてプラス染めが入ってるんで。うん、あ、そうなんですか。ちょっとお値段が。なるほどね。ただもうこの本当におじやのこれ白生地に染めてるらしいんですけど、白生地がもう手に入らないらしいです。だから染める人たちはもうできないんだね。でこういうみじん格子とかね、みじん格子、格子初めて聞きました。色がいっぱい入ってる、入ってる入ってる入ってる、赤とか黄色とかブルーとか、みじん格子初めて聞きました。前もっとあったんけどね、なかなかちょっと手に入らなくなって、うん、それが先に糸を染めて、そう、これ全部先染めです。だもう無地少ない、もう本当に無地は少ない、こういうちょっと品のある、うん、素敵、ね、素敵な、ちょっとメーカーによってもちょっと雰囲気が違う、透け感とか若干ね、若干やっぱりね、糸からこの縮みの加工から、すごい、ちょっと特徴がいろいろあるので、あ、お邪魔しております。こ
これまだね、これ結構あこれな何年か定番で、うん、もう買っちゃまたなくなり、ね、買っちゃなくなり、あそう、はい、最後の一本になったかな、ね、うーん、かわいいよね、ボーダー、ね、いいですよね、ボーダーも仕立て方でまた雰囲気変わりますよね、ボーダーっていうんじゃないわ、横なんていうの、横島、横島なんか、なんかね、はい、そっちの、ご相談ください、そっちの、お仕立てはご相談ください、うーん、あ、千鳥かわいい、これやだ、え、これ千鳥ですよね、千鳥のね、めっちゃかわいい、これうわ、うちこれめっちゃ好きや、これあの、マルキューさん、マルキュー商店さんの千鳥、かわいい、しかも購買記事です、はい、すっけすけ、え、これ麺、麺朝かな、最近朝も、え、朝購買なんかあるんですか、麺朝もね、あったりするんだけど、これは麺ですね、え、めっちゃかわいい、麺購買、いや、これ欲しい、ある人やはりそう、え、ちょっとこれなんぼ、ちょっと載せられへんけど、これでもそうでもないですよ、そうでもあるか、かわいい、そうでも、え、でもそっから 20% オフでしょ、はいはい、この辺もあれだし、もうちょっと、あ、これはちょっと値上がりする前のマルキューさんなんで、うん、もうザ・白コン、あ、素敵ね、はい、大人はが1枚持ってるといいよねっていう、カチムシ、カチムシちゃん、うん、素敵やわ、これはちょっと値上がり前に、うん、頼んでたやつなので、うん、ちょっとお値段はお安いですよ、これですから、あ、ちょっと映してへんけどな、うんうん、え、そっから 20%、まあ、そうなんや、昔はこれぐらいではいいお値段だったんですけどね、そうなんや、いや、今は全然、今もいろいろ出てきて、そうなのよ、そうなんや、あ、これちょっと珍しいやつね、麺の縮み、うん、ちょっとあの縮み加工入れてるんで、うん、ちょっと柔らかい風合い、うんうんうん、だからもう、あー、なるほど、あ、でも透け感ある割には、うん、え、これ透け感ありますよね、そんなないけど、うん、でも思ったより分厚いね、そうなんです、うん、で、麺、もめんだもんだ、あ、そっか、うん、でもね、本当に合わせの時期から一重にこう、うん、こうする時とか、うん、いいですよね、はい、うん、普通の片貝木綿やったら分厚すぎるもん、そう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 、あれね、案外ね、着る時期ね、あんまりない、真冬、オタオタしてる間にもう暑くなったら、じゃあね、じゃあね、ね、そうなんや、縮み加工するってね、やっぱこういうことなんですよね、ぜひ、ありがとうございました、社長ごめんなさい、これ素敵、これってね、何ですか、これ紋社、藤井さんの紋社、藤井さんの紋社、紋社行ってみてきてくれ、これ、あ、これめっちゃ綺麗、え、中も紋社、これも紋社のやつもの、やだ、おしゃれすぎる、素敵、いつも素敵でね、いや、暑くないですか、でもちょっと暑いですよね、暑い、でも、うん、全然こもらない感じですか、うん、こもらないですね、あ、襟も、ちょっと襟だけ、襟もね、これも藤井さんのかな、そうですか、え、帯は帯はね、ステマツさんです、あらー、の発寸です、あらー、で、この帯締めもまた可愛らしい、これはね、あれですよね、さくらさん、さくらさんの、うん、若者さくらさんの、いや、もう完璧やわ、いや、ちょっと後ろもいいですか、すいません、いいなぁ、モンシャー、この、この透け感、この透け感が、いや、ありがとうございます、あ、誰かやる、あ、もしかして、はい、雑どうも、皆さんこんにちは、はい、頑固な着物やチンガラや4代目の村上拓馬です、よろしくお願いしますいつもうち練習してんね、これ振りが雑よ、いや、今日はようこそ京都に、お邪魔しております、いや、ほんでなんか素敵なね、お召し物やしね、ちょっ と、ファッションチェックさせてもらおうかなと思って、見て見て、はい、これ何ですか、このキラキラの、これね、麻にね、ラメが入ってるんですよ、かっこいいわ、そう、これあの着物研究家のシーラクリフさんと、うん、はいはい、もう一人お知り合いの人と3人でお揃いで作った色違いで、そう、誘われてへん、うちそう、次誘う、次誘う、すごい、
でラメ着てったら初めて津山でうろうろしてて、うん、着物着てるんですって、うん、今ずっと着てるのに、あ、今までずっと着てるのに初めて褒められたの、うん、認知認知されたおかしい、あ、津山でお店されてるんですか。そうです、岡山県津山市っていうところですね、はい、おしゃれ。ほんでこの履いてはるやつはこれなんですか。これはね、野ばかまですね。野ばかま、面白い面白いね、後ろもちょっといいですか。こんな感じです。いや素敵。あれやね、昔の書生さんみたいに中に着てはるんですね。スタンドカラーシャツでね、はい、これはユニクロです。うーんいつも言うてはるもんね。そうユニクロがね安い、うん、意外とスタンドカラーシャツ高いから、シャツが、うん、そうなんですよ。あれですね、いつもインスタも頑張ってやってはって、ありがとうございます。本当にためになる配信されてて、この間もあの下駄のやつとか、あ、はい、ね、やってみようって言ってくださって、うん、履きました白木のやつ。いや、これからもご贔屓に。こちらこそ、はい、ありがとうございました。最後は決め台詞ないんですか。決め台詞ない。またよろしくお願いします。はい、すいません。いただきました。とっても素敵な着姿は私の YouTube をいつも見てくださっている皆様です。本当に
かっこよくて素敵。マダムモモさん、グラちゃん、ありがとうございます。そしてイズちゃん、花火のへこびを締めてくれてお揃いコーデをしました。髪の毛ちょっと落ちすぎやけど頑張ってみました。ちまきを投げてもらってもらえたね、よかったね。楽しかったな。皆様、本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。先日の動画でお知らせをしていたポコちゃんのライブの件です。京都駅の広告権を狙って戦っていたのですが、なんとなんと皆様の応援のおかげさまで奇跡の第1位をいただくことができました。10月に私が着物姿で京都駅に広告として登場します。ありがとうございました。もし私が着物姿で広告に出たとしたら、絶対に見に行って一緒にお写真撮るね。広告に出てくれたら嬉しい、そうみんなが言ってくれたから、私は最後まで諦めずにやりきれました。着物愛が勝ちました。そしてこの場をお借りして、一番アイテムを投げて助けてくれたモケじいさん、おおきに。そして仲間のみんなもそれぞれに大事な役割があって、みんなで励ましながら挑戦できました。そして勝利を勝ち取りました。本当にありがとうございます。ポコちゃんのご紹介キャンペーンはまだやっているので、どんな風なことをしているのかなって思った方は、ぜひポコちゃんにお祝いに駆けつけていただいたらとっても嬉しいです。無料でできるので、概要欄に URL とご招待コードをご案内しておきます。何もできなくて諦めかけて泣いていた時もありました。皆さん本当にありがとうございました。ここでこれで終わると本当に綺麗話みたいなことなんですけども、本当にみんなに強く当たってしまったりとか、失礼なことも言ったりとかしながら、なんとかなんとかできました。これからもどうぞよろしくお願いします。チャンネル登録、高評価お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。